なぜですかそれはお父さんであるイエス様が肉親がもう消えてしまっておりましたし精霊にも肉親がないからだからしたがって救いは霊的救いに限られてこの肉的な救いには至らなかったんですだからですねだから結局そこにこの私クリスチャンたちがですね私クリスチャンたちがですね深い信仰を持ってこの地上生活を終わってですね そして霊界に移っていけばですね霊界ににおいてイエス様の懐に入ることがでできるんです。ところがですね地上に肉親を持って生きている間はこの肉的な生まれ変わりがありませんから依然として社ンに侵害されてそして人生は苦悩の中を通過していかなければなりません。 だから結局肉的救いいには至らななかったというわけなんですだから清く生きたいと願いながらもそれができずしてですね悪魔の誘惑を受けあるいはこのみだらな世界の中に引きずり込まれてどうすることもできないそういう世界となってしまったんですいくら信仰厚いクリスチャンであっても。だからもうこの 世会宣教の第一人者であるパウロでさえもですね。そのな深い嘆きをですね、訴えてるんです,ってんです。これは、ね、クリスチャンを代表する人たちの姿であります。2000年のキリスト教は、社会に対してですね。大きな貢献をしてきました。キリスト教以上にある意味においては、社会に、えー、素晴らしい影響を与えたものはなかった。これほど素晴らしいキリスト教ではありますけれども。 しかし現実のこの現実の問題をですね解決するまでには至らなかった理由はそこにあったんです,んですだからキリスト教は素晴らしいけれどももちろん他の仏教も儒教もみんな素晴らしいです。日本神道も素晴らしいしあるいはその他の宗教も素晴らしいですけれどもですねけれどもそれらが全部あったとしてもですねしかし依然として この不倫のの問題はまだどこに解決の道が見えているんですか殺人争い憎しみそしてこの今言った性の乱れの問題こういう問題はですねまだ解決の道も見えないじゃないですかこれはなぜかというとこれが実はですねこの地上の問題が解決できなかった理由だったんです。だから どうしてもですね、このこの地上の現実の問題を解決するためにはですね、このキリスト教の今までの救いだけではですね、何年待ってもそれは完成しませんってんです。なぜかというと、それはこのキリスト教の救い自体にて、現実の問題を解決するところまでの力がないからなんですってんです。なぜそれは。 救いの基準が霊的救いで肉的な救いになっていなかったからですだからこの世において霊的救いのみならず肉的救いも完成してこの地上にも神の理想を実現することができるためにはもう一度メッシアがやってこなければならないというこういう立場に立つわけですというんです。これがなぜメシアは再びやってこなければならないかということの理由だったんですというのです とすればあそこにおいてですね「イエス様が第二のアダムであれば第三のアダムとしてですね肉親を持ってこの地上にもう一度メシアが現れてくるという結論に達するんです」と。すればこの方はですね具体的な新しい清い罪を持たないアダムとして この地上に現れてくるんですするとこの方は間違いなしに歴史上の人物として姿を現してくるでしょうもしその方が中国に生まれれば中国人のメシアですねだから中国語をしゃべってそして中国料理の大好きなそういうメシアになるでしょう。もしフランスに現れれば,現れれば フランス人のメッシャーですそしてフランス語をしゃべってそしてフランス料理の大好きなこうなるでしょうしそしてまたアフリカに現れば肌の色の真っ黒なメッシアとして来るでしょうとそれは何が悪いですかそれでいいんですね。しかしか 問題はどこに私たちはどこにそのメッシャーが再びやってこら,られるのかということも非常に関心がありますけれどもそれ,はそれによって全然違いますねけれどももっと大切なことはそのメッシャーがいつ現れるのかということではないでしょうか。それがですねもし過去であればですねこれは大変なこと現在であればもっと大変。 しかし未来これから1,000年先にメシアが来ますよと言ってもですねもう今別にどういうことがないとこうなってしまうじゃないですかというんです。こういうふうに見つめてみた時にですねそのメシアの時メシアが再びこの地上にイエス・キリストと同じような立場でもって罪の知らない清いメシアがそしてしかもそのイエスの果たしなかった使命を完成するとするならばイエスよりももっもっと と偉大なる人物としてこの地上に姿を現すとするならばそれがいつ現れるかということは非常に重要なことではないでしょうかとでは一体そのシアはいつ来るんでしょうかそれは歴史上の人物ですから歴史を調べてみなければなりません。神様が送るんですから神様が見つめる見しめ方でもって歴史を見つめてみればですね オノズとメシアがいつ現れるかとということが見えてくるんですそのために神様が導いた歴史として代表的な2つの歴史を比べながらそののメシアの時を調べてみたいいと思いますそれは1つはイスラエルの歴史でありもう1つはキリスト教の歴史であるとこの2つの歴史を比べてメシアがいつ再び現れるのかということを学んでみたいと思います。だこれで え、一旦終わります。